令和元年東日本台風は2019年10月6日3時にマリアナ諸島の東海上で発生し12日に日本に上陸した台風である。静岡県や関東地方、甲信越地方、東北地方などで記録的な大雨となり甚大な被害をもたらした。日本政府はこの台風の被害に対し激甚災害、特定非常災害、 大規模災害復興法の非常災害の適用を行った。また、災害救助法適用自治体は14都県の390市区町村であり、東日本大震災を超えて過去最大の適用となった。被災者向け避難所が最後に閉鎖されたのは発生翌年の2020年3月23日、福島県達市においてである。10月1日頃に、 マーシャル諸島近海で形成が始まった低圧部が5日3時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは同日11時30分に熱帯低気圧形成警報を発し、18時に熱帯低気圧番号 20W を不安した。20W は翌6日3時に南鳥島近海の北伊15度5部、統計158度10分で台風となり、 アジア名、ハギビスと命名された。台風は平年よりも高い海水温の領域を通過しながら急速に発達し、7日18時には同時刻までの24時間での気圧低下77ヘクトパスカルを記録。発生からわずか39時間で中心気圧915ヘクトパスカルとなり、猛烈な勢力に発達した。勢力を維持したまま小笠原諸島に接近し、 10日21時に非常に強い勢力へ、12日18時に強い勢力になる。同日19時前に大型で強い勢力で、静岡県伊豆半島に上陸した。上陸直前の中心気圧は955ヘクトパスカル。最大風速は秒速40メートルで、その後は関東地方と福島県を縦断し、13日12時に、 三陸沖東部の北緯41度、東経147度で温帯低気圧に変わった。なお、この台風から変わった温帯低気圧は10月14日前後にベーリング海付近で急速に発達し、中心気圧は952ヘクトパスカルに達した。その後も衰弱しながらベーリング海を進み続けたが、23日15時に東経域からやってきた。 別の低気圧に吸収され、消滅した。台風19号が猛烈な勢力を維持した期間は7日21時から10日21時までの72時間となり、第1位の昭和53年台風、第26号の96時間、第2位の平成30年台風、第22号の90時間、第3位の平成16年台風第16号の78時間に、ついで、 第四位を記録した。台風十九号の特徴としては、発生後間もなく猛烈な勢力に発達し、その後北上しても大きくは、勢力が弱まらず、本州に接近するまで、非常に強い勢力を保ったままであったことが挙げられる。その要因として、発生後初期には、海面水温接氏三十度以上の海域を進み、日本のすぐ南の海面水温も摂二十七度以上と、 平年より摂氏1度から摂氏2度高くエネルギー源となる水蒸気を多く取り込んだこと、また乾燥した空気などの台風の勢力を弱める要因も小さかったことが挙げられる。例年は10月になると台風は偏西風の影響で日本の南で東に進路を変え遠ざかる場合が多い。一方、台風19号が発生した時期には平年より 偏西風が北に偏り、太平洋高気圧も広く張り出していたため、台風はゆっくりとその縁を回るように北上し、東日本に上陸する経路となった。この台風は、当初、台風番号の基準に基づき令和元年台風、第19号と呼ばれていたが、2018年に日本の気象庁が定めた台風の名称を定める基準において、浸水化を数が、 条件に相当する見込みとなったため、1977年9月の沖野選ぶ台風以来、42年に1ヶ月ぶりに命名される見通しとなり、2020年2月19日、気象庁はこの台風について、令和元年東日本台風と命名した。なお、NHK では気象庁が命名した後も、東日本台風の名称をあまり使用せず、 単に去年の台風19号として報道するこ,とが多いこれは名称が東日本大震災と告示していることや台風被災地の内宮城県と福島県が東日本大震災で甚大な被害を受けた地域であることへの配慮とされている。仮の川台風の進路図この台風が日本に接近しつつあった10月11日、気象庁は記者会見を開き、 台風19号は非常に強い勢力を保ったまま12日に東海地方または関東地方に上陸する見込みで静岡県伊豆地方を中心に甚大な被害をもたらし1200人以上の死者、行方不明者を出した1958年の狩野川台風に匹敵する記録的な大雨となる恐れもあると発表し警戒を呼びかけた。会見した。 梶原康志予ス法課長は、この仮野川台風を例示した理由について、台風19号で予想される現象あるいは、災害の程度が著しいということから例に挙げたと説明し、仮野川台風がとった進路や勢力あるいは北上の速度なども、台風19号と類似している点がある。あるいは、台風の大きさなども含めて、都市、そういった類似性も高いため、 説明に用いる判断をしたところです。と語ったという。この台風も、狩野川台風と類似した震度をたどって12日に伊豆半島に上陸したが、61年前に狩野川台風により甚大な被害を受けた静岡県伊豆の国市では、狩野川台風級との警告により、住民の迅速な避難につながって犠牲者もゼロとなった。また、 狩野川台風後に整備されたカノ川放水路が解放されたことで放水路は効果を発揮し、狩野川は氾濫に至ることはなく、本流での河川堤防の決壊や氾濫被害が食い止められた。まさに過去の記憶や教訓、あるいはそれにより進められた対策などが流域の被害軽減につながった成功事例と言える。ただし、本流の氾濫被害を食い止めた一方で、 沼津市や神奈美町などでは、仮野川の水位が上昇して支流から排水しきれずに、溢れる支流域で内水被害が発生し、流域自治体からは、第二放水路の整備を求める意見も出るなど、治水対策に新たな課題が突きつけられた。国土交通省沼津河川国道事務所のまとめによると、この台風の走行水量は、 伊豆市の行島雨量観測所で778ミ、mm、リメートルを記録。長時間にわたり激しい雨が降り、清水町や長泉町の観測所では、氾濫危険水位を一時超えた。台風接近に伴う水上昇を見込み、同事務所は12日午前5時40分から放水路を開放して、翌13日午前11時頃まで分流した結果、放水路がない場合の想定に比べ、 実際の水位は1.85メートル下回ったと推計する。放水路がなかった場合には、清水や決壊が発生し、沼津市や伊豆の国市などで1万6000個の家屋、鉄道や道路が浸水すると、同事務所は想定する。風速、気圧、速度の水位台風の接近により、関東甲信地方、静岡県、新潟県、東北地方では、各地で3時間。 6時間、12時間、24時間の降水量が観測史上1位を更新するなど記録的な大雨となった。これらの地域では台風が上陸する前から活発な雨雲が断続的に生じ、広範囲で強い雨が降り続けた。特に神奈川県箱根町では降り始めからの降水量が1000ミリを超え、10月12日の飛行水量も 全国歴代1位となる922.5ミリを観測した。また、10月12日の北日本と東日本のアメダスで観測された総降水量は73,075ミリで、比較可能な613地点で1982年以降の1日の降水量として最多となった。気象庁は12日15時30分に大雨特別警報を静岡県、 神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県の7都県に発表し、19時50分に、茨城県、栃木県、新潟県、福島県、宮城県に、13日0時40分に、岩手県にも発表した。半日で13都県での発表は、3日で11府県に発表された平成30年7月豪雨を超え、 特別警報の運用を開始して、以来最多の発表数となった。10月12日午後に、気象庁は会見で、台風19号の特徴について、台風の中心の北側に非常に発達した広い雨雲があり、記録的大雨となったと説明した。台風の接近、上陸に伴い、東や南東からの暖かく湿った風が、関東の秩父、 丹沢や静岡の伊豆半島、東北南部などの山々にぶつかることで上昇気流が生じ、広い範囲で雨雲が次々と発生したという。気象庁は10月24日に発表した解析結果で記録的大雨となった要因として、下記のように説明している。台風が大型で非常に強い勢力だったために、台風本体の雨雲がかかるより前から大量の 水蒸気が流れ込み続け、地形の効果により雨雲を発達させた。台風接近前に寒気が南下し、関東甲信から福島県付近に発生した局地的な前線が台風による南からの空気の流れにより強化され、平野部も含めて大雨となった。その後、台風本体の雨雲が加わった。また各地で高潮となり、 静岡県の前崎や色尾崎、神奈川県の小田原市などでは観測史上最高潮位を記録した。以下の10月10日0時から13日24時までのアメダス計測値は国土交通省が発表した資料より引用する。台風の影響で臨時休業した東京都江東区のコンビニエンスストア、この台風の影響で洪水や土砂に襲われ、亡くなったものが続出した。 死亡した際の状況が判明した64人を毎日、新聞が分析したところによると、住宅内で水や土砂に襲われ死亡したのは27人で4割超を占め、少なくとも3割、近い17人が車での移動中に死亡したとされている。最も人的被害が大きかったのは、福島県で死者は30名となった。被害が最大となった理由は、 阿武隈川流域での多くの河川の氾濫で、郡山市、塚川市、元宮市、伊達市、白川市などで幅広く決壊したためで、2階まで浸水した家屋も多くあった。1986年に8.5水害が発生し、その際にも大きな被害があり、1998年から約3年間で800億円以上の予算が組まれ回収されたが、 川内村では、雨が降り出した11日午後から13日昼の間のおよそ2日弱、その間に3ヶ月分ほどの雨が降ったことなどがあり、想定を上回る被害となった。ついで人的被害が大きかったのは、宮城県で19名、特に丸森町での死者数は11名に上った。阿武熊川の支流での破堤や、支流の上流での土砂崩れがその要因として挙げられている。 台風通過前には、千葉県市原市で10月12日午前8時頃に、竜巻のような激しい突風が吹いたとみられ、横転した軽トラックの中から男性1名が、意識不明で発見され、その後、病院で死亡が確認された。また同市を管轄する市原市、消防局室消防署の消防車両3台が、竜巻のような突風の影響で、フロントガラスが割れ、 出場不能になるなどの被害を受けた。静岡県御殿場市では二人が川に流され、一人は救助されたが一人は死亡が確認された。12日には群馬県富岡市の匠で住宅の裏山が崩れ、二棟が全壊した。これにより男性一名が死亡、住民二人と一時連絡が取れなくなっていたが、13日に死亡が確認された。 同日午後7時頃に、長野県東見市で千曲川に架か,かる田中橋の近くの道路が陥没し、車3台が転落。乗っていた人のうち3人は救助されたが、残りの1名は死亡が確認された。メディアを再生する台風によって崩壊した行田緑地、飯室山の斜面また、同日23時頃、神奈川県川崎市沖合3キロほどの東京湾上で、 パナマ船籍の貨物船、ジアで、ジアでの乗組員が漂流しているのが見つかった。中国人7人、ミャンマー人3人、ベトナム人2人の合計12人の乗組員のうち4人が救助され、7人が死亡、1人が行方不明となっている。第三管区海上法案本部によると、貨物船は台風のため東大木島沖合に停泊していたが、 台風接近時に沈没したものと見られている。その後の調査で12日の21時29分の送信を最後に AIS の信号が途絶え、翌13日早朝、海中に沈んでいるところを発見された。この事故で重油が流出し、千葉県富津市の乗苔養殖用部位に重油が付着した。同じ川崎市では、多摩川からのバックウォーター現象によって、 右岸支流の平瀬川近くのマンション1階部分が浸水。これにより男性1名が死亡した。また沈没が確認された貨物船ジアデ号は2020年2月に引き上げ作業が行われ、船内から行方不明であったベトナム国籍の乗組員が発見された。13日午前10時頃には福島県いわき市で真摯した家屋からの救助のため、 消防ヘリコプターに怪我人の70代女性を収容しようとしたところ誤って約40メートルの高さから地上に落下する事故が発生した。女性は同市内の医療機関に搬送されたが死亡が確認された。ヘリコプター側のワイヤーと救助機材をつなぐ金具がかけられておらず収容時に隊員が確認を怠ったとみられる。この事故を受けて 東京消防庁は同日午後に記者会見を開き、活動中の手順を誤ったとして謝罪した。14日午後には、日野市の玉川河川敷で、路上生活者とみられる70代ほどの男性の遺体が発見され、解剖により歴史と判明した。台風との関連が不明であったため、災害関連死には含まれていなかったが、市が警察と協議した結果、関連死として判断された。 なお、河川敷に住んでいたホームレスの被害状況の全容は不明。2020年10月13日に発表された消防庁の報告書によると、4月10日の報告より死者、行方不明者が14人増え108人となり、平成16年台風第23号や平成23年台風第12号の98人を超え、21世紀の日本における 台風被害で最悪の規模となった。2020年10月13日18時時点で全国で10万621棟の住家に被害が確認されている。画像、動画メディアを再生する長野県長野市大和保保ス付近の被害箇所メディアを再生する長野県、長野市大和保保ス付近の被害箇所メディアを再生する。 長野県長野市大和大町付近の被害箇所、長野県長野市大和保安付近における千曲川の波堤阿武熊川や千曲川の堤防が決壊するなど河川の氾濫、決壊が相次ぎ、国土交通省によるとこの台風により浸水面積は国管理河川だけでも約2万5千ヘクタールに達した。この被害は西日本豪雨の約1万8500ヘクタールを上回った。 結界2020年4月10日9時現在において、以下の河川の結界が確認された。一水、腰水氾濫画像、動画あぶくま川。手前を横切る効果は、東北新幹線。出展、国土地理院ウェブサイト、あぶくま川。横切る効果は、あぶくま高原道路と玉川インターチェンジ。出展、国土地理院ウェブサイト、あぶくま川。出店国土地理院ウェブサイト、 多摩川の氾濫が発生した世田谷区二子玉川の対岸、川崎市高津区世田の翌日の被害状況。脇は東急電鉄双子橋梁。長野県長野市の千曲川、堤防外側が、越流によって損壊した箇所2020年4月10日9時現在において、以下の河川の一水、小清水氾濫が確認された。相模川、水系上山ダムの水量が増えたため、 神奈川県は10月12日17時から異常洪水時防災捜査を行うことを予告し、相模原市は流域の住民に避難指示を発令した。しかし増加が想定よりも低かったため、緊急放流の開始を遅らせることが発表された。21時に改めて、22時から緊急放流することを発表した。その後、水量の増加により、 予定を前倒しして21時30分により放流を行った。また花園川、水系水沼ダムでも12日20時50分により緊急放流を実施している。このほか利根川水系の下久保ダム、荒川水系の二瀬ダム、絹川流域の川地ダム、川又ダムでも緊急放流を一時検討していた。塩原ダムや龍神ダム、 甲芝ダム、三和ダム、菅平ダムなどでも実施された。また、福島県南相馬市の高野倉ダムも12日22時過ぎに緊急放流を行い、水無川、日田川で氾濫した。NHK などでは、北長野地区で氾濫と発表したが、上、高平地区でも氾濫している。台風通過後の八ッ場ダム災害による甚大な被害の一方、 首都圏では100年に一度の大雨を想定した治水工事の効果が発揮された。荒川第一調節地や渡らせ遊水地では史上最も多い水を貯留し、首都圏外郭放水路や神田川、環状七5センチ下調節地もフル稼働した。その他、高規格堤防で荒川下流、江戸川下流の堤防が首都圏氾濫区域堤防強化対策により、トネ川、中流、 江戸川上流の堤防が強化されたことも、決壊防止に効果を上げた。運用開始前だった八ッパダムは10月1日に、試験淡水が開始されたばかりで、国土交通省によれば最高水位に達するまで3ヶ月から4ヶ月程度かかると見られていたが、11日未明から13日朝までに、累計347ミリの雨が降り、山間部から流れ込んだ水で水位が、 約54メートル上昇し、ほぼ2日で満水となった。台風19号による長野新幹線車両センター浸水後、解体を待つ車両東北地方から関東北部、甲信地方を中心に多数の交通網が土砂災害や浸水による被害を受けた。中でも特筆すべき被害として、千曲川決壊に伴う北陸新幹線への影響と、 東京都八王子市から神奈川県相模原市にかけての小仏峠、大樽見峠一帯での交通網寸断が挙げられる。北陸新幹線は、千曲川の決壊により、長野駅飯山駅間で、信号電源装置が被害を受け、長野駅上越明光駅間が10月25日まで約2週間運休になったほか、長野新幹線車両センター内に留置していた E7 系。 w 7系、車両10編成120両が、冠水被害を受け、電気設備などの車両基地設備も被災した。報道では、鉄道車両の被害金額だけでも、代替車の心臓費用を含み約418億円を超え、活長期間のダイヤ削減を余儀なくされた。また、小仏峠、大樽峠一帯で、道路、鉄道が被災し、特急、あずさ、開示、 富士海遊、八、王子、大梅が10月27日まで運休になるなど、東京都と山梨県の間の主要ルートが一時、寸断されたことから、国土交通省が、迂回路に関する情報を提供した。東海旅客鉄道は、主な施設被災はなかったが、中央線の運休などを受け、東京山梨間の迂回ルートを確保するために、三の線の輸送力を増強した。 道路多摩川の増水を受けて橋脚が沈み路面が陥没した日野橋高速道路では東北自動車道や東名高速道路など13路線15区間で乗り面の崩落などの被害を受けた。このうち以下の箇所で長期にわたる影響が出た。国直轄国道では17路線39区間が被害を受け、11月25日9時分現在、 以下の1路線1個かで通行止めが続いていたが、11月29日に解除された。また、補助国道でも38路線62区間が被災し、2020年5月3日、現在5路線6区間で通行止めが続いている。路線バス事業者では、福島交通郡山支社が大瀬川の氾濫により浸水被害を受け、 営業所が所有するバス90台が水没したため、郡山市内70路線で運休が発生。20路線で運転再開にこぎつけたものの、福島空港リムジンバスを含む残りの路線の運行再開には時間がかかる見通しである。2019年12月5日現在でも一部の路線バスと高速バスの運休や路線バスの迂回運行を、 定期乗車券などの対応措置が取られており、車両手配の都合により運休が続いていた高速バス、福島郡山線は JR 東北本線との競争による収益性の悪さも伴い、そのまま廃止が決まった。また、超電バス本社及び長野営業所が浸水被害を受けた。2020年1月10日、現在、合計で2事業者4路線が、 全面運休、9事業者15路線が一部運休している。タクシー関係では60事業者で、計219台が被害を受けた。鉄道改札を閉鎖した東海道新幹線12日、終日及び13日14時頃まで、関東甲信地方を発着する路線を中心に広く、計画運休が実施され、計画運休を含め83事業者、254路線で、 運転休止となった。以下は10月15日15時現在及び10月16日12時30分現在で国土交通省が取りまとめた施設が被災した路線。西日本旅客鉄道では北陸新幹線の運休を受け1年5ヶ月の間金沢駅前原駅間の特急、白鷺の輸送力増強を実施した。 航空成田空港では12日11時から13日5時までの間旅客機の着陸を制限したことから空港に来てから欠航を知った旅客ら約1500人が滞留する事態となった。羽田空港では12日から13日5時の間旅客機の着陸を制限した。また一部エプロン、誘導路が冠水した。国内外の空港へ航空各社の航空機の避難が行われたため、 各地の空港では中期場などを最大活用して中期を実施した。新千歳空港では中期場だけでは足りず、B 滑走路を閉鎖して滑走路上に中期を行った。また、北陸新幹線の代替輸送機関として、東京、羽田富山、東京、羽田小松の2路線で臨時便運行や機材変更により対応していた。台風が予報されたことにより中止。 延期となった主なイベントは以下の通り国の式典スポーツ音楽イベント伝統行事祭り公営競技国家試験資格試験その他農林水産業農林水産省によると2020年10月23日時点で農林水産関係の被害額は10月25日の大雨によるものも含めて3446億円超えとなったこのうち 農地の損壊や、ため池、用水路などの農業用施設の被害額が2101億円、米やりんごなどの農作物の被害額は159億円となっている。また、林道や木材加工の施設などの林業関係の被害額は805億円、漁港の施設など水産関係の被害額が134億円などとなっていて、引き続き調査中である。 製造業支払い件数、支払い保険金は見込みであり、支払い保険金は1000万円単位で、死者購入して算出しているため、各項目を合算した値と合計欄の値が一致しないことがある。福島県で除染廃棄物が川に流出福島県田村市は、10月13日、台風19号の大雨による洪水により、福島第一原発事故後の除染廃棄物を詰めた。 袋が小道側に流出したと発表した。重さは1袋あたり数百キロから1トンほど、2667袋を保管していた。なお、同様の流出は平成27年9月関東、東北豪雨においても発生していた。郡山市での家庭ゴミの処理問題郡山市内2カ所のゴミ処理場のうちの一つである、府、久山クリーンセンターが水没し、 電気設備が故障。災害ゴミの集積が行えないほか、家庭ゴミの焼却も行えないため、郡山市民に生ゴミ以外は家庭で保管するよう呼びかける異例の対応が取られた。10月15日、金城天皇皇后政子によるお見舞いの気持ちが宮内庁を経て発表された。2019年に限り国民の祝日となった。 その7日後の10月22日には、即位の例の一部である、祝賀5列の儀も予定されていたが、大規模な警備体制の整備を要するため、被害の甚大さと復旧支援の緊急性などを考慮して、同儀式は11月10日に延期された。10月8日13時に、情報連絡室を設置。以後、関係閣僚会議を実施。10月12日15時30分。 情報連絡室を官邸対策室に改組した。同時刻に安倍晋三内閣総理大臣より関係閣僚に指示を行った。非常災害対策本部10月13日9時30分。非常災害対策本部を設置。10月15日、千葉県が台風15号、19号に伴う被災者、生活再建支援法の県家全域への適用をしたと公表。10月16日、 令和元年度一般会計予算予備費より7.1億円を捻出し、被災者支援に充てることを閣議決定。10月18日、令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令を閣議決定し、同日施行。十月二十九日、今災害及び大規模災害復興法の 非常災害に指定し、11月1日政令交付、同日施行とした。11月1日、今災害を激甚災害に指定する政令を交付、同日施行した。12月4日、激甚災害指定の政令を一部改正し、災害指定期間を延長指定した。10月8日13時に情報連絡室を設置。関係都道府県に、 災害救助法関連情報などの通知を発出した。災害救助法は10月15日現在、1と13県の390自治体に適用されている。10月18日、総合法律支援法第30条第1項第4号に基づく指定を行うための政令を施行。気象庁は10月9日に早期警戒を呼びかける第一法を発出。 通常は台風接近の前日に行う記者会見をこの日に行い、同年の房総半島台風や平成30年台風第21号と同程度の暴風になる恐れがあるとして警戒を呼びかけた。10月11日に気象庁は再び臨時の記者会見を開き、12日から13日にかけて広い範囲で 記録的な大雨や暴風となる見込みであると発表した。仮の川台風に匹敵する記録的な大雨となる恐れもあり、大雨特別警報を発表する可能性があると発表した。また、テック・フォースジェットを31都府県に派遣。10月8日13時に災害対策室長を長とする災害情報連絡室を設置した。12日15時30分。 警備局長を長とする災害警備本部へ改装。上山ダム緊急放流に伴い、神奈川県警察機動隊を厚木市に派遣。13日、警察庁次長を長とする非常災害警備本部に改装。12府県の警察本部に対し、広域緊急援助隊の派遣要請を行った。全国の警察本部、韓国警察局からの派遣をもって対応した。 各部隊は以下の機関で活動。警察災害派遣隊、広域緊急援助隊、広域警察航空隊、特別自動車警ら隊、特別生活安全部隊、機動警察通信隊10月8日に消防庁災害対策室を設置。8日以降、台風第19号についての警戒情報などの警戒情報を都道府県、指定都市等に通達し、 警戒を取るように、事前通達が行われた。12日15時30分、消防庁長官を長とする消防庁、災害対策本部に移行した。宮城県、福島県、長野県から消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の応援要請があり、東北ブロック、関東ブロック各隊に出動を求めた。13日から18日にかけて、 K755 台2680人規模、消防ヘリコプター38機が投入され、18日の宮城県からの引き上げをもって、活動を終了した。防衛省は10月11日、災害関連情報専用のツイッターアカウントを開設。その他、河野太郎防衛大臣のアカウント及び、各部隊のアカウントによる個別情報の提供を実施している。 これによると、1万7千人体制での即応体制を確立するとともに、特別警報が発表された13都県の担当する部隊、約2万7千人を全員固守。13日現在、21都県及び東京電力本社に LO を派遣した。また、13日16時、河野太郎防衛大臣により自衛隊行動命令が発出され、陸上総隊司令官、 高田勝樹陸将を指揮官とする統合任務部隊が編成された。全国の陸海空自衛隊より人員3万1000人規模、艦艇8隻、航空機130機体制での活動を開始した。続いて14日17時15分、最大で1000名程度の即応予備自衛官、予備自衛官の招集を、閣議決定、招集命令が発せられた。全国から部隊が派遣され、 被災者生活支援、医療支援、疑問演奏会を実施した。各都県知事より災害派遣要請が相次いだため、以下に災害派遣情報を一覧として掲載する。以下、在任の各都県知事の人名は1回目の未表記。便宜上、10月24日から10月26日の大雨についても記載する。以後、舞台規模の縮小。 接種要請が相次いだことから、11月8日の大臣命令をもって JTF は買い組みされ、東北を管轄する東北方面総監、関東甲信越を管轄する東部方面総監による指揮体制に移行した。同時に、11月9日をもって、即応予備自衛官、予備自衛官の招集を終了した。11月30日をもって一連の活動を、 終了した。11月8日、台風15号から一連の災害派遣活動により、一般会計予算の予備費から経費65億円を拠出したことを発表した。10日に、海上保安庁本庁に災害対策室を設置。12日15時30分に災害対策本部に移行。11月8日7時現在、巡視艇延べ716席。 航空機のべ166機、救助要員のべ442名、リーゾンのべ86名規模で対処。また、航行警報129件、海の安全情報121件を発出し、情報提供を行った。このほか、福島県、岩手県で、給水支援、入浴支援を実施した。10月8日13時に、大臣官房総務課に、情報連絡室を設置。 12日15時30分に官房長を長とする災害対策本部に改装。被災地への応援職員の派遣に関する通知発出、及びリーゾンの派遣、移動式電源車の用意、衛星携帯電話の貸し出しを山梨県と千葉県君津市、長野県などに実施した。このほか、災害事業公衆無線 LAN サービス、00000 00ジャパンの開放。 特設の公衆電話124台設置、NHK、携帯電話料金、無線局電波使用料の支払い猶予などを実施。以下は今災害に絡む、電波法に基づく臨機の措置、及び放送局の被害の一覧である。総務省所管の日本郵便によると、13日17時、現在、静岡県全域の窓口業務及び、静岡県外八局での窓口業務を休止。 全国的に郵便配達が遅れていた。また、長野県、福島県での車両型郵便局の展開、長野県での避難所における郵便物配達、貯金の非常即時払いの実施、官保生命などの利率減免、臨時貯金窓口の営業を実施した。18日6時時点 SW、d マットのべ68体、d パッドのべ11体が活動。 2020年1月時点で DMAT は活動終了。事務連絡を通して、深部常脈血栓症、感染症、衛生、災害時の小児アレルギーに関する周知を実施。日本栄養士会の JRADAT との連携を実施。このほか、リエゾン、保健師の派遣、インフルエンザワクチンの確保の要請を行った。10月11日に、本省災害対策本部を設置。 10月10日より、テックホース、13日より少所有ヘリコプター、災害対策用機械派遣を実施。10月11日に、令和元年台風第19号に関する、農林水産省緊急自然災害対策本部を設置。プッシュ型食料物資支援の調整のため、内閣府防災へ、職員2名を派遣したほか、地方部局、地方自治体へ、 リエゾン派遣を実施。10月13日14時30分、事務時間を本部長とする文部科学省、非常災害対策本部を設置。児童の安全確認に関する通知、被災した学校の復旧に関する通知を行う。大学病院や QST 病院の備蓄体制の確認に関する通知などを実施。このほか、奨学金、教科書などに関する通知を実施。 文部科学省が所管する宇宙航空研究開発機構は、国土交通省などの要請を受け、台風被害の把握のため、陸域観測技術衛星2号、だ、12号による東北、関東地方及びその周辺地域の緊急観測を13日から17日にかけて計7回実施した。文部科学省が所管する防災科学技術研究所は、 令和元年随行台風期クライシスレスポンスサイト令和元年台風19号に関するクライシスレスポンスサイトを随時更新し情報提供を実施また各県の県庁にリエゾンを派遣した10月8日金融庁災害情報連絡室を設置13日金融庁災害対策室に改組した10月13日 災害救助法の適用を決定したことを受け、適用地域の諸葛財務局において、日本銀行との連盟で12都県内の金融機関などに対して、令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置についてを発出した。10月15日、先だって設置していた台風15号金融庁フリーダイヤルを更新する形で、 台風19号金融庁フリーダイヤルを設置。大規模災害に関連した消費者トラブル、消費者事故への注意喚起などを実施。10月11日9時20分、災害情報連絡室を設置。10月13日15時50分、法務省災害対策本部を設置した。避難所として、寸布学園、東日本成人共生医療センター。 東京拘置所、府中刑務所を解放した。商工中金、日本政策金融公庫などの政府系金融機関に対し、被災者への貸し付けに関する配慮要請を発出。理災証明書業務支援等人的支援を実施。松本経済産業副大臣から東京電力に対して、福島第一原子力発電所における台風19号の接近に伴う、 防災対策の徹底について要請した災害ゴミに関する通知、リエゾン派遣などを実施、令和元年台風第19号に関するカテゴリー、ありがとうございます。